はい、どうも、ゆずきやす。今回なんですけど、まあね、今回はね、まあなかなかこう、まあ人によっては悩んでるっていう人もいると思うんだけど、いやなかなかね、まあないんじゃないかなっていうふうに思う、まあテーマなんだけど、まあね、サムネ見てもらえばわかると思うんだけど、まず、まあみんなね、これ見てる人、まあ、率直に全然言ってもらって、思った通りにね、言ってもらって大丈夫なんだけど、僕のことをパッて見て、どう思いますか？なんかこれごめん。変なことね、聞いちゃって、申し訳ないんだけど、いや、なんでね、これを聞いたかって言ったら、まあ、喋り方とかね、顔だけじゃなくて、まあ、雰囲気とかも全部合わせて、僕、もう、生まれた時からなのかな？わかんないけど、ね、生まれた時から馬鹿にされる人って、まあ、なかなかいないと思うんだけど、いや、本当にね、冗談抜きで、小、中、高、いや、まあ、幼稚園とかからかな。で、まあ、今まで、今ね、二十歳なんだけど、今生きてるまで、なんか全部で、顔がなんかね、顔、なんてだ、なんか、顔がうざいとか、は言われたことないんだけど、なんかね、雰囲気ムカつくって、言われんの。で、僕、これ結構ね、真剣に悩んでて、で、そういう人って、なんかね、いるんだよね、多分、ね、みんな見てる人、学生のね、人とか、まあ、社会人の人とかいると思うんだけど、ただ社会人の人だったら、会社でも、なんか別にめちゃくちゃいい人だし、なんていうのか、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ仕事もできるし、でもなんか、嫌われてる人みたいな、なんかムカつく、なんかその人に言われるとムカつくとか、その人がなんかしてるとムカつくとか、例えば他の人からアドバイスもらったら、ありがとうみたいな思うのに、その人から言われるとムカつくみたいな。それが俺なの。僕なんですよ。それが。ね。これ、いや、どうやって直すのみたいな。で、これ、まあ、動画にしようか悩んだんだけど、もし、これ悩んでる人がいるなら、なんか、ああ、なんか、ゆずきもね、同じなんだっていうふうに思ってたら、思ってもらえたら、そう嬉しいかなと思ったんで、その動画撮ったんだけど、いや、これね、どうなんだろうね。でも実際いるんだよね、多分僕以外でも。なんか、ムカつくやつみたいな。もうなんか、いじられキャラの宿命じゃないけど、だから太ってるとか痩せてるとか、関係ないんだよね。なんかもう、にじみ出る雰囲気というか、だって僕中学で実際転校もしてるし、で、高校だって、ほとんどね、みんな知らないところからスタートして、それでもやっぱり小中高って全部なんかいじられてるし、全部なんか本当にバカにされ続けて生きてきたみたいな、本当にそういう感じなのよ。で、それはまあ自分のせいでもね、あると思うんだけど、例えばまあ、ね、まあ太ってるとか、今まあ多少なりともね、痩せてきたんだけど、当時は本当に太ってたから、まあそれもあったし、やっぱりね、人間コンプレックスがあると、どうしてもこう、いじられやすかったりっていうのもあるから、で、僕が本当にね、コンプレックス人間だったんだよね。逆にいいところどこなんていう。だからそこが、多分、お前には言われたくないみたいな。例えばさ、テストでさ、お前バカだな、みたいな。お前バカだなって、例えばじゃあ100点取ってるやつに、お前ってほんとバカだよな、みたいなこと言われたら、いやー、みたいな。これ僕もね、実際あったんだけど、いやーってなるけど、でも、じゃあ僕、バカなんだけど、僕がね、そいつに向かって、いや、お前、なんか全然お前、点数低くみたいな、バカやん、みたいな言ったら、お前にだけは言われたくないわ、みたいな。そう、僕ね、これすごい言われたんだよね。例えばみんなで、みたいな。お前なんか、みたいな。こう、いじってて、今も全然言われるんだけど、こうみんなでさ、なんかこう、いじるタイムみたいな、なんじゃん。お前なんかあの時こうだったよな、みたいな。お前やめろよ、みたいな。その時に、僕が、いや、お前、これこれこうだったよねって言うと、いや、お前だけには言われたくないわ、みたいな。お前にはなんか言われたくない、みたいな。いや、なんでみたいな。ね。いや、もうね、わかんない。僕がただ単にね、性格悪いのかな。でも僕、性格悪いって言われたことも一度もないし、なんなら、そこの面に関しては、ちょっとね、自慢になっちゃって申し訳ないけど、僕、そこの面に関しては、ね、お前そんだけ言われるってことは多分お前ね、性格悪いんだよって、みんな思ったと思うのよ。いや、お前絶対、じゃあそれんなね、小中高全部言われてんだったら、性格悪いでしょって思う、と思うけど、それ違うんだよね、多分。ね、で、自分で言うのもあれなんだけど、でも、小中高全部で、
なんかお前のことね、あの嫌いなやつ見たことないってね、自分で言っててちょっと恥ずかしいけど、そう言われるし、うん、まあ、実際、こう、僕、職場とかでも、すごく愛されキャラみたいなね、あの、一応やらせてもらってるんだよね、そう。でも多分、なんか、それって、で、結局何が言いたいのって言ったら、僕が、それが動画にな、なんか、動画でもそう思われたら、すごく嫌だなっていう不安点があって、まあ、僕はね、こうやってやって、まあ、今は別に全国に発信はしてるわけじゃん。届いてはないけど、一応さ、全国に発信できるコミュニティサービスで、あれ、やらせてもらってるわけじゃん。で、まあ、そのうちさ、こう見てもらうってなった時に、僕、普通にこうやって話してるだけじゃん。別に、口悪いとかないと思うのよ。たまにね、レビューの辛口だったりだとか、たまにやっぱり、お前とか言っちゃったりするから、口悪い部分あるけど、でもそれは、あえてね、僕、親近感出すためにやってるっていうのもあるんだけど、で、わかんない。これは初心者なのかわかんないんだけど、すごくね、低評価がつくんだよね。そう。これが結局言いたいことなのよ。だそこが僕すごく不安で、僕が、そのうち、僕がね、動画配信者として頑張ってるのに、なんかムカつくやつっていう共通認識の人ってさ、いると思うんだよね。こう、YouTuber の中でも、なんか人、別に性格悪いわけじゃないけど、ムカつくんだよな、みたいな。まあ、そういった別に見なきゃいいじゃんっていう話なんだけど、僕もいるのよ。別に言わないけど。なんかこの人なんか、まあ、性格悪いし、いい人なんだろうけど、なんか好きじゃないな、いけすかないって言ったら、ちょっと嫌な言い方だけど、なんか嫌だな、みたいな。別に好きではないなっていう人って僕いるんだよね。で、それと同じように僕って多分そう思われやすい多分体質なんだよね。で、僕は実際何度も言うけど、小中高も全部生まれた時から今生きてるこのね、二十歳っていう年まで、全部でお前にだけは言われたくないとか、なんかお前、まあ、これは違うかもしんないけど、ひどい場合だとお前の笑ってる顔見たくないとか言われたこともあんのよ。そこまで言ったらもう、ちょっとそれはいじめなんじゃ、みたいな。ね、当時は笑ったけど、それよくよく考えたら、ちょ、いじめなんちゃうって思うんだけど、でもそう、そんなことをね、言われたりして、お前の顔を見てると不愉快だわ、みたいな、の言われたりも、そうしたんだよね。だからこういうことで悩んでる人って、多分ね、一定数、いると思うんだよね。だからそういう人に向けて、まぁ、今回ね、動画を作らせてもらったんだけど、まぁ、でももう本当に、結局大人になってくれば、まあ、ある程度こう、大人の会話っていうものができるようになってくると思うし、うん、やっぱ大人になって逆にそういうね、くだらないことを言ってる人は、うん、ちょっとね、違うかなっていうふうに思うし、僕もいるよ。確かに今ね、二十歳になって、まあ、本当にいろんな人と、ね、ありがたいことにね、僕友達多いのよ。そう言うけど、意外とね、関わってくれる人っていうのは、まあ、それなりにまあ、いて、その人たちでも、やっぱりなんかこいつなんか二十歳だけど、なんか違うなみたいな、なんか精神的にまだまだ子供だなっていうやつも、いるんだけど、もう二十歳になったら、もう、なんてだから、もう切っちゃえばいいって言ったら悪いかもしんないけど、もうそういうことを言ってくれる人は、もう小中高もしょうがない。もうガキだから、もう子供だから、うん、そう言われてね、いやなんかどうしよう、自分ってそうなのかな、みたいな、思うかもしんないけど、正直もういい、もう別にね、って思うんだけど、僕は、こう動画配信者として、やっぱやっていくにあたって、そう思われるのは、すごくね、悲しいなっていうふうに思って、じゃ普通に生活していく分なら、今僕が言ったみたいな、別に関わんなきゃいい、で終わるんだけど、ただ僕がこうやってね、配信してる以上さ、当たり前だけど人相いい方がいいし、やっぱり好かれやすい YouTube ね、ヒカキンさんとかもそうだけど、まあ、ヒカキンさんもやってることがもう素晴らしいから、ちょっとあれかもしんないけど、でもやっぱりさ、人相がみんないいじゃん、やっぱトップの人って、はじめ社長とかも、さんとかもさ、ね、もういい人なんだろうなっていうのは多分伝わるし、だからそれにあたってやっぱり僕がこう人相悪い、なんかわかん、人相悪いって言われたこともないんだけど、なんかね、ムカつく、ね、お前のことは、ムカつくっていうのが、もう昔からね、そう、言われるんだよ。で、だからこれがね、もう僕、なんでって言うと、いや、なんでかわかんないけど、お前のなんか存在がムカつくみたいな、なんか、
なんて言うんだ、なんかそう言われるのが多いし、それがさ、なんかもう、みんなの共通認識みたいな、なるじゃん。例えばさ、小学校とかだったらさ、例えば、あいつはなんか嫌われてるっていうのが、別に大して仲良くないけど、なんか情報が入ってくるじゃん。小中高とかの時って。あいつなんか、嫌われ、良くない噂立ってる人だとか、ね、女の子とかでもさ、あいつ結構ね、彼氏とっかい引っかいしてる人だとかさ、別に話したこともないのに、その人の印象ってなんか決まっちゃう時ってあるじゃん。だからそれと同じように、なんかさ、その噂とかで決まっちゃってなんか悲しくなっちゃったら、せっかくね、こうやって動画配信一生懸命してるのになっちゃったら、それはね、悲しいなっていうふうに思ったんで、今回ね、動画撮らせてもらったっていうのと、あとね、この悩んでる人ももしかしたらいるかもしれないっていうことで、いや、本当に今ね、もう普通に配信者なんてやってない人は、もう、きっとね、いい人いると思うから、もうそういうことね、言ってくる人は、正直、ぶっちゃけ子供だなっていうふうに思うんで、だって関わってみないと、その人の性格とかって、まあわかんないわけじゃん。で、変な人は変な人だし、別に自分が、この人と一緒にいてね、楽しいなっていうふうに思ったら、別にね、一緒にいればいいと思うし、っていうふうに僕はね、思うんで。それはね、全然ね、気にしなくて。いいかなっていうふうに思います。僕もね、小中高さ、言われたって言うけど、やっぱり、ちゃんとね、こう接してくれる人っていうのもいたんで、まあ、当時はやっぱりみんなと仲良くしたいっていうのがあったから、なかなか強く言えなかったけど、今だったら、あ、そうって言っても別に無視って終わりなんで、っていうお話でした。はい。まあ、ということでね、もしね、この動画良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもらえたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。